ジョルジュ・オーギュスト・エスコフィエは、フランスのシェフ。レストラン経営と料理考案、レシピ集の著述を通じて、伝統的なフランス料理の大衆化、革新に貢献したことで知られる。現在に至るフランス料理発展の重要なリーダーとして、シェフと食通の間で深刻化され、近代フランス料理の父とも呼ばれている。エスコフィエが築いた技法の多くは、19世紀。 フランス料理の創始者として知られるシェフ、アントナン・カレームの技法を基礎としている。エスコフィエの最大の功績は、カレームを基礎としながらも、カレームが築き上げた、成功で、装飾的な意味合いの濃厚な料理を単純化し、調理法を体系化することによって、フランス料理現代化の先弁をつけたことにある。エスコフィエの改革は料理そのものにとどまらず、シェフという職に、 残忍さや名酊に代わり、規律と節制という気風を持ち込み、シェフ職の社会的地位の向上に貢献したことが、功績の一つに数えられている。また、厨房おのおののセクションにシェフドパルティを置くシステム、ブリガードドキージーヌを発案、自身の厨房を再編した。かつては一度に、すべての料理を供するサービスが主流だった、フランス料理に、コースメニューを導入したことでも知られている。なお、 エスコフィエの名は料理人に授けられる栄誉称号ディシプル・オーギュスト・エスコフィエとして現在も残っている。アルプマリティーム県ビルルーベで生まれ、はじめおじの下で工芸家としての修行をしていた。そのおじの死により13歳でニースにある別のおじが経営するレストランで見習いを始める。1865年パリのレストランルプティ・ムーラン・ルージュに転職し、 1870年に、不仏戦争が勃発するまで、そこで働いた。不仏戦争勃発後、フランス軍に招集され、軍の参謀本部、第二部付きのシェフとなった。この間、軍隊で、不十分な素材を、いかに調理するかという技術を得得した。エスコフィエは巧妙になった後も、不仏戦争の従軍体験から政府に、缶詰工場建設の提言をしている。 1878年に自身が経営するレストラン、フザンドレを開店した。1880年、デルフィーヌ・ダフィと結婚。1884年、エスコフィエ夫妻はモンテカルロに移り、グランドホテルの料理長に就任した。この時代のコートダジュールは、冬の行楽地だったことから、夏季に厨房を任されていた、ルゼルンのホテルナショナルで、セザール・リッツと出会った。 二人は協力することを約束し、エスコフィエは1890年、ロンドンのサボイホテルに移籍した。この協力関係は、ローマのグランドホテルや、世界中に散在する、ホテルギッツなど、いくつもの有名ホテルの設立に結実することとなる。サボイホテルの料理長に就任したエスコフィエは、現在でも著名な料理をいくつも考案している。例えば、 オーストラリアの歌手ネディ・メルバを記念して1893年に作られたピーチ・メルバというデザートや食通として知られたイタリアの作曲家ジョア・ギーノ・ロッシーニを記念して名付けられた牛ヒレ肉のロッシーニ風などが挙げられる。ところが1897年、厨房内の膨大な数のワインの紛失やエスコフィエが手数料を取って 個人的に定員外の助手を雇い入れていたことなどが不祥事として表面化し、エスコフィエは責任を取って、リッツと共にサボイホテルを辞した。その後、エスコフィエとリッツは1898年にはパリにホテルリッツを、その翌年にはロンドンにカールトンホテルをと立て続けにホテルを開業させている。この際に、エスコフィエはレストランに初めてコースメニューを導入している。 リッツは1901年に神経衰弱で倒れ、衰えが目立つようになった。エスコフィエはリッツの死後、1919年までリッツロンドンやカールトンホテルの運営に携わった。この時期、後のベトナムの政治指導者ホーチミンがカールトンホテルの厨房に勤務しており、ペーストリーシェフの見習いとしてエスコフィエの訓導を受けている。エスコフィエは リッツのホテルでの活動以外にも様々な分野で活躍し、1903年には初の主書となる料理の手引きを出版した。この料理の手引きは近代フランス料理の知識と技術の集大成とも言える名著で5000種類を超える料理のレシピが収録され、エスコフィエの存命中に大幅な改定が3回行われている。フランス料理の世界では、 この本の重要性はどれほど評価して、もし足りないと言われ、出版から100年以上が経った現在もなお、フランス料理の基礎を学ぶ上で、必須の教科書として用いられている。1906年、エスコフィエは、ドイツのハンブルクアメリカ汽船が運航している客船、アメリカ号の船内レストランの顧問となり、そのためのメニューを考案した。アメリカ号の諸女公開の前日、 ドイツ皇帝ビルヘルム2世は船を訪問、エスコフィエの料理を堪能し、私はドイツ皇帝だが、あなたは料理の皇帝だという賛辞を与えたという。1919年までリッツ・ロンドンやカールトンホテルの運営に携わった。1920年、レジオンドヌール勲章受賞者となり、1928年には同勲章のオフィシエを受賞している。 同年に開かれた第一回世界市中市、協会連盟会議では、連盟の初代名誉会長に選出された。1935年、エスコフィエは、妻の死の数週間後に88歳で没した。エスコフィエの身長は160センチメートル未満で、大柄な西洋人男性の中では、際立って低かった。そのことに強いコンプレックスを抱いていたエスコフィエは、 自分の身長を実際よりも高く見せて料理長としての威厳を示すために従来のコック帽より約30センチメートルも高い帽子をかぶって仕事をするようになった。これが世間の評判となりフランス料理の世界では料理長が高い帽子をかぶる習慣が広まったというエピソードがある。ありがとうございます。